いやー、ザシアン強いっすわー。あー、ザシアン強いっすわー。アホの発言みたいになってるな。あ、ビクティニコイン。いいね。相手もしかしてビクティニ信者だったりします。なんか色的になんかレシゼクっぽいんだよな。ははは。ハイタココイン投げてほしいんですけれど。あー、どっちだ。なんか結構コイントス勝っても、あー、そう、高校選んでくる人結構多いんですよね。まあこっちのデッキは、うん、先行取り得デッキなんで、まあ、先行もらえる分には嬉しいんですけれど、まあただ炎タイプデッキだと、そうだな、このザシアンメタルコアバリアにしてる手前、うん、弱点が消えないからちょっとザシアン、うん、まあでもやること変わんないな別に、うん、相手が炎デッキだろうと、別に相手もワンパンだけどこっちも大体ワンパンだからな。まあ、レシリザが来たら、あ、そうですね。まあ、一応ワンパンする術も入ってるには入ってるんで、サイド落ちしない場合を除くですけれど。いやー、マジ強いっすわ。それしか言ってないっすけど。あ、オッケー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 。もう三神ザシアンとエネが1枚ありゃ、まあ、先行1ターン目としてはね、もう、100点満点なんで。どうした？どうした相手？どうした相手？マリガン引くのそんな悩むか？いや、待てよ、ブルー型はない。後出しハンマー、ジラーチ型で後出しハンマー、まあ、電磁から飛んでくる可能性はあるのか。ってことは、まあ、一応ね、後出しハンミーとかクラハンケアで鋼にしときますか。お守り裏につける可能性、具体的には思い浮かばんけど、ワンチャンあるな。あ、ラッキー、1枚ついた。はい。で、しっかり三神ザシアンのハッピーセットで、まあ、エネもね、裏にも1枚、表に1枚ついていき、あ、そう、この三神とね、ザシアン初手に来るの僕、ハッピーセットって呼んでるんですけれど、皆さん使っていいっすよ、ハッピーセット。まあ、相手の、なんだろう、メインのポケモンが何かによりますね。まだわかんないな。はい。はい。あ、なんかレシビザっぽいぞ。なんかレシリザに、ミュー、え？うん？うん？うん？ミューミューかこれ。ミュー、東京ミューミュー。はい。わからん。わからん。レシリザ、レシリザはいいぞ。うん、はいはい。ってことは、ここを守り張らずに、あれだな。まあ、力の鉢巻きが山に残って、山にある、サイド落ちしていないという前提だけれども。うん、まあ、ここで来そうなんですよね。なんかちょっといろいろポケモンの道具を入れた手前、対応力は上がったものの、その、なんかね、重要な場面でそのピン刺しのカードがサイドに落ちるというところが、まあね、ちょっとヌエックだったりはするんで。一応ね、ついた、溶接工が飛んでこなきゃ安心してアルティメットリーじゃない、なんだっけ、オルタージェネス打ってるんですけど、あー、キューコンはちょっとセクシーだな。結構ちょっとセクシーですね。で、これ相手しっかりね、GX ポケモン、てかアルティメットリーで吹き飛ばされる GX ポケモンをデデンネしか置いてないから、こっちが2回アルティメットリー打って勝ちってのが、今のところないんですよ。まあでもやること変わんないな。ザシアン育て続けるだけだからな。よ。エスケープボード。アブソルがいない。じゃあまあやっとくか。じゃあまあやるだけやっとくか。ほい。ハマチがある。でもこれはね、ちょっと見せない方がいいな。ヒヨッと出したいわけよ。ポケモン入れ替えがまあ、裏引っ張られた時用にあると嬉しいけど、これあれか、次の番、なんか溶接工で、キューコンでここ食われて、で、次の番、なんかダブルブレイズで、ここ食われるとしんどいのか。いや、ちょ、入れ替えだな、これ。次の番、もう一回ジラーチ挟みに行きたい。っていうのがあるんで、ってことは 6N ダブルブレイズやられないように前にオマモを貼っとくのがまあ丸そうではあるのか、丸をね。じゃあまあ貼っといて、おい、オルタードクリエーション。まあこれ打たないとザシアに根つかないんで始まんないんですけどね。まあなんか1枚ついてますけど、あれなんで1枚ついたんだ。ああ、布団の剣ね。布団の剣汚れなんて言うんだろうね。イントレピットソードらしいです。イントレピットの、ちょっとあの、日本語訳、わかる方教えてください。まあ、なんか、
レシリザ、ああ、うん、なんかよくあるレシ、炎バレットでいいのか、ちょっとわかんないですけれど。で、この9コン入ってることは、9コン入ってるってことは、炎エネルギーなんか20枚ぐらい入ってそうだから、20枚は持ったな、18、17ぐらい。ヒーファックは僕は使えないんで、ああ、まあこれで、そうか。まあ何やかんや引っ張りに行くのかな。はいはいはい。で、溶接庫打たれつつ、裏呼ばれて食われると、まあ、ちょっと、拙者としては嫌かなといったところなんですけど。ああ、やばいな。はい。はいはいはい。で、あと相手が炎エネハンドイン2枚あれば、ちょっとわかんない、まだ。あ、ある。やばい、ザシアン食われる。ああ、やばいな。やばい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 ぞ。いや、まあ別にもう一回ザシアン育てればいいか。はい。こいつ、オルジェネフィオネの水かけじゃ倒せないのか。まあ、ハチマキ、元気のハチマキ持たせれば落とせるけど、1エネで。これ先ジラーチ、願い星打ってから、先逃げとくとメタル操作でここにエネがつくんだよな。でもオルジェネビンタでなんか落とせるポケモンいなさそう。180の後、180足す60でも240だからな。まあここが6 n ダブルブレイズじゃ飛ばないのはまあ幸いと言えば幸いか。危なよ。あ、いいカードがある。ザシアン、いやザシアンあと1匹だけだよな、育てられるの。はい。あ、てか、なんだったらこれ先打つ必要なかったな。別に、ハカケンでよかったことね。ハカケンでよかったのでは。で、ここ180で削るから、ってことは元気のハチマキが必要なくなるんだけど、いや、なくなるんだけど、ちょっと怖いな。まあ、ここがいらないか。ほい。で、まあ、メタル操作捨てるのもあれだから、ジラーチにつけとくか。ほい。ほい。おい。まあ一応ね、これでアブソルが来た時のケアもしっかりしておき、で、入れ替えでもう一回戻しても願い星がもう一回使えるわけではないので、ベベッと引いて、おい。いや、これ雑誌やん。いや、雑誌やん、置いたら置いたで、相手これ以上アタッカーバックガメスぐらいしか育たんから、置いとくか。置いて、エネ加速ができるので、手張りはしちゃったんだよな。三振もう一匹作っとこう。なんかそれが強そう。ほい、ほい、ほい。はい。しゅ。鋼がまだあと山に2あって、ルズマハラとタックコールとオーロラエネも2あるから、ここに1、ここに1、こうしとこう。非常にね、バランスのいい、まあ、場作りになっておりますが。で、まあ、ナインテンプテーションでここが呼ばれて食われても、そしたらザシアンじゃない、なんだっけ、こいつをまあ2匹押し付けていくスタイルでいかがですかね。まあ、ここ食われるとは思いますけど。はい。これザシアン生贄だな。あ、アウトレイジありましたね。なるほどね。でもいいのか、溶接庫も打ててないぞ。これアルティメットレイ2回打って拙者の勝ちだけれども、違う、こっちからでいいんだ。はい。こいつビンタじゃ落ちないんだよな。水かけで落ちるか。80、じゃあ元気のハチマキを持たせれば100で落ちるのか。ちょっと待ってよ、これはもうここでいいのか。190。ワンチャン、なんかヒードランとか出てくる可能性あるからな。お守りももうないし。これでマリー当たったら、なんかそれはそれででかいんだよな。もう僕、なんか、ハカケン打つのあんまりなんでしょう。マリー当たれ、マリー。マリー当たらへんので、っていうことは捨てていいカード。メタルコアバリア。しょうがないから、ここで、リセットスタンプ引くか。あ、来た。イエーイ。やったぜ。で、あとは、
っと圧縮アッシュキングしといて、あ、フィオネ強そう。なんかこれで詰めれそうだな、最後。ポケモン入れ替えで入れ替えといていいか。いや、なんか怖いな。おい。あ、オーロライネも貼ってない。じゃあ貼っとくか。貼って、メタル操作いらない。おれ！エネあったっけ？あー、1枚ぐらいつけとくか。逃げエネになるからつけとこう。まあ圧縮という意味では全部つけてもよかったけど、なんか本能的にエネルギーなんか1枚か2枚山に残しておきたいってのがあるんですよね、うん、なんかこう具体的に何がどうっていうのは説明できないんだけど、本能的になんかエネが山からなくなると、うん、なんかどっかで積むんじゃないかみたいなね、なんか脅迫観念に近いものがあるんですけれど、うん、どうだ、これは返せまい。フィオネもあるからもう一匹レシリザ置いたところで無駄だぜ。フィオネ強、これカスタムキャッチャーやん。え、やばい、もしかして。ちょ、ビクティニプリズムスター、ちょ、え、そんなに、あ、まだ200だからね、うん、こっからなんだ、溶接工でここに2エネついて、火打ち石と炎エネとかを引きまくって、バクガメスに3、いや無理だな、こいつバノン炎エネの数だから、うん、でまあキューコンで引っ張ろうにもエネがついてるから、うん、死難も縛れなくて、はい、ウェルダー。やったー。